インドは中華民国の政治家、軍人、北京政府、国民政府に属した。後に新日政権である中華民国臨時政府、南京国民政府でも要人を務めた。字は切り越え、南京陸軍第四中学を卒業した後に日本に留学し、陸軍経理学校、陸軍高等経理学校を卒業した。帰国後の1913年に、 チャンスー陸軍第三次第一旅参謀長に任命される。1917年参戦軍経理課長となった。1921年陸軍部統計課課長、川工業所所長、両順四岸工所東後とを務める。1928年河北省市を務む監督員となった。この頃までに、インドはイン難事項、遠慮、定活とともに、 日本通りの四挙党と目されるようになっている。国民政府が成立した後の1933年5月、インドーはタンクル協定の交渉で中国側委員の一人となっている。翌月、行政院中平政務整理委員会顧問権、河北選区接種委員会委員に任ぜられた。以後、中平政務整理委員長、寄付のブレーントラストの一人と目されることになり、 日本との交渉などに当たっている。同年10月、北安市鉄路管理局局長に移動した。1935年に鉄道部顧問。1937年に鉄道部参事を歴任している。同年12月、大勝都市が中華民国臨時政府を樹立すると、インドもこれに参加した。翌年3月、建設総所長官に任命されている。王明が、 南京国民政府を樹立する直前の1940年3月22日に、委員は、河北政務委員会常務委員権建設総称、ただし弁に任命された。翌年4月、委員同は、中央政治委員会、第二木延兵平委員も兼任する。この他にも、河北交通株式会社副総裁、新民会副会長、光カルト・コーガ口議委員会主任委員。 河北川教員会委員長などを歴任している。1942年12月30日、心臓病に伴う尿毒症の併発により、北京特別市で死去。去年54、1940年前後の引導。ありがとうございます。